いつも元気いっぱいだったゆなちゃん。その明るさでみんなと仲良しになって友達がいっぱいでした。小学校でも友達がたくさんだよね。竹内愛。田代ゆい。小さい子が大好きだったゆいちゃん。小さいつぼみさんの手を引いてお世話遊び相手をしてくれました。とっても優しいお姉さんでしたね。田代ゆい。中村ゆいな。折り紙が上手だったゆいなちゃん。たくさんの種類が折れて作り方をとっても教えてくれました。中村ゆいな。パーキロンアビー、はい、行事をいつも楽しみにしていたアビーちゃん。一番喜んでいたのはひな祭り会でした。笑顔いっぱいで踊ったこと、一番の思い出になりましたね。パーキロンアビー。宮古マイカ。はい。マイカちゃんのママが作ってくれた中で特にお気に入りだったのは発表会の衣装でした。とっても可愛く仕上がったよね。向井咲。はい。恥ずかしげがり屋さんだった咲ちゃんが自分から手を挙げて発表できるようになったときは、ゆき先生もとっても嬉しかったです。向井咲。